消えそう。生産部屋から出てくるエネルギーなんだね。散らかしたら片付けるのが大人ってものよね。目、ね。ふぅ。ものすごく正論だけど、もう、ヘトヘトなんだね。終わらないんだね。 お手伝いさんでも雇ってみたらはっすごくいけてる助言そんな時こそライライ千獣先端が足りません。にょへっかー召喚再びエネルギー運搬千獣ライライねずりくん プリプリプリお呼びでしたご主人様早速だが流血うまでエネルギーを運んでくれたまえそれだけはど線にしかできない仕事です すぐ彼レーその後自力で流血炉にエネルギーを運び続けた彼は荒れた大地に緑を満たし一人前の銅線となり彼女に振られちゃったそうであるーやーああハラレー銅線は 孤独じゃ。